はい、ということで、アサシの深海魚たちの龍炎でございます。今回はね、スプラトゥーンで、早打ちガンマン対決をやったら強いのは一番誰かという企画でございます。はい、私です。俺だ。うわ自己主張が強い。私です。俺だ。ということで、まあ、一応今回のルールはですね、このリッター 4K を使ってですね、1対1の早打ちガンマン対決をしていきますと。で、この黄色チームと紫チームでチームが分かれてますので、この2つのチームで、まあ、勝ち抜き戦ですね、勝ち抜き戦やっていって最初に3人倒された方が負けというような感じでございます、うん、なるほど、はいはいはい、まあ、なんかリッターのでは正直みんなとっこいどっこいなんで、まあ、なんとかなるでしょう、うん、じゃあ早速いきましょう。じゃあ皆さん端についてください。うわ、俺が大将だ。俺が行け先方。じゃあ先方準備を。いやなんで後ろの先方なんだよ、バカじゃないの。大将だろう。いやそこはでもちょっとジャイアントキリングしてほしいよね。でも言うてリッターとか長射程そんな使ってないでしょ。使ってないね、よね。じゃあ、まあ、ここから私がですね、1から5まで数えますので、はい、5って言った瞬間にもう皆さん打っていいです。はい、お二人打っていいですので、先方ポンチョジロー VS 後ろ行きましょう。来い、頑張れ頑張れ。1 2 3 4 5。よっしゃナイス、後ろの勝利です。ナイスナイス、ポンチョ回すの遅くない、なんかまだ予感来てなかった、あいつ。イエーイ勝利の前、いやーナイスです。よかった、ワンツースリーやってるだけある。いやー足んねーだ。なんか今車線来たんだけど。いや、マジでこれ勝ったっしょ。いやいけるでしょこれ。いやいけるっしょ。だいぶ龍炎プレッシャーかかってる今ね。このメンタルやられてるで。もうやんのかてめえ、お前抜くぞてめえ。抜きてあいつ。くそ、なんて触れてんじゃねえのか。指外して。あぶねえ。おい、何してくれてん。あれでも当たってないよ。あれ当たっちゃうんだよ。手触れてんじゃねえの。ビビってるぞ。ビビってる、リッタービビってる。リッタービビってる。あいつは引きずらしちゃう。じゃあ第2試合、はい、ありがとうございます。はい、よっしゃ構えて、はい、1 2 3 4 5。ナブさん、よし、うわー、外したか、外しすぎたー。俺は継続して勝手に打ったんだけどね、あれでしょ。そう。来た来た。通り過ぎた後にね、エイム合わせる前に打たれるって思ったら打っちゃったな。センキュー。焦ったな。いや、通り過ぎると焦るわ。よし。じゃあ構えた。はい、じゃあ、両者構えて。はい。1 2 3 4 5。あー、やぶり。よかった。とっとと一発目で打ち抜けよって話だった。ほんとに。いや、まあまあ練習してたんだよ。よし、回ってきました。大将出てくるよ、大将。おい、来いよ大将。いいよ、勝負だ。もうそいつ抜けば勝ちだぞ、夏は。オッケー、頼むよ、お前。大将引っ張り出すよ、そこは。ショップしたくない、全くしたくない。全くしたくない。勝てる自信がないから、俺は。全くしたくない。勝てる。もう夏で決めてください。どうしたゴリラ、手が震えてんじゃねえのか。いいな。うん、俺俺。なんて言ってごめん。変なって言った。あれ大丈夫か。変なって言ってなかった。ドラゴリラ。よっしゃ、大将やったぞ、俺たちが勝った。帰ろう、バイバイ。大将、大将倒したぞ。うん、帰ろう。大将、首取ったどうじゃねえんだよ。帰ろうっても。オッケー。
よし、構えて。オッケー、大丈夫。動かないから、相手、俺ら。ワン、ツー。ん？ちょっと待って。あ、やべえ、あ、やばい、いけ、はぁ、あ、ごめんな、まだある、まだある、まだある、うわ、お、頑張れ、ラズミ、よっしゃ、落ち着け、大丈夫か、それ、やったー、よっしゃ、終わりだー、いやー、このマジか、いやー、さすがに経験不足すぎたか、やったー、いやー、やったー、終わったー、マジかー、怖い、怖い、お前の負けだ。お前の負け。じゃあどうする、最後3対3で戦うの。3人同時。3人同時。ラグあるからな。最終マッチも全員、全員ゲームじゃない。47分00秒なんてやろうよ。はいはい、上ロー。そうしよう。いいよ。オッケー。上ロー。上ロー。もうキモいって、キモいって、お前。キショいんだよ、お前。どこ行きゃ、お前。イマチ抜いてやろうかな。どうする、イマチにこっそりあいつは背中向けて、うちにトラップしか切ってやる。5、4、3、2、1、ほっ、あー、くっそ、よし、よし、あー、くそ、おっしゃー、これは勝ったぞ、これは勝ったぞ、俺は当てれてねえけどな。本当じゃん、あれ、勝ったぜ、勝った、墓を立ててやるよ。墓三つ置いといてやる。おい、ちゃんと溶けたぞ、横からなんか。どうする、どうしたんだよ、お前。コンツに負けた。あ、そうそう、最終戦、ゴリラ対バイゼンだろ、これ。それ、それで消えよ、もうそれで消えよ。やるな、そうね、それは必要でしょ。いや、なんつー、バイゼンのやっぱ、かっこよく見たいよね。その、順位って何でもかんでも決めたらええもんちゃうねんで。やろうやろう、ほら、はやろう、もうそんなこと言ってへんだ、ほら。いいよ、いい、そんな文句言うてへんだ、早く行こう。一生だって、相手はゴリラでバイゼンや。見てほんま。危ない。ずるずる。危ない危ない危ない。こら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 。な、視聴者見てよな、バイザーのもな。な、視聴者。見たくない。見たい見たい。ほらほら見たいってよ。意見が割れてるよ。見たくないっていう意見は。ケーキ漬けにこれ置いとくか。見たいっていう意見は。そうそうそう。やめて。やめてお前。邪魔や。やめて。あ、危ない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 。殺されるそれ。行く、行きます。よし、1について。5。5?5? ちょっと待って、ちょっと待って。お前は。間違えた。サンダーバードにやっちゃった。びっくりした。行きます。1、2、3、4、5。どこ向いてんの？リタモンどこ向いてんの？頑張れ、頑張れ。ナイス、ナイス。これいや、構えてない。よし。ほら、よーし。これは勝ちだわ。ゴリラ、ザコじゃん。構えておいてでしょ。構えてなかったわ、ナイス。おい。ナイス、ナイス。じゃあ、3本勝負は。これはバイザーチームの勝ちだな。これはまあ負けだね。大将が勝ちだよね。どっちにしろ負けてたわ。うん、ああ、ああ、ああ、大将外れだった。クソ。あ、むしろボケ。じゃあまあそういうわけで3本勝負はバイザーチームの勝利ということで終わりです。いやー、ありがとうございました。いやー、ありがとうございます。